ところ、イクタロウは、幕末の医者、獅子。井上に生きた遭難の際に、井上を治療した人物として知られる。美の国赤坂の醸造家、八橋また一の子として生まれ、同国大野軍の医者書、伊織の養子となった。はじめ、嘉永5年より、可能範囲、青木松県に学ぶ。ついで慶の安藤勝ら須に学ぶ。この頃、同じく、美の出身の柳川西岸と信仰を結んだ。 万円元年には、大阪の敵塾に入り、尾形公安に学び、福沢諭吉や大村益次郎との交友を終え、秀才の誉れ高く、塾党にまでなったという。幾太郎入門時、公安と倍以上の年齢差、その中、深く知り合ったという。この頃、塾には、ズーフという入試困難なオランダ語の字引きがあり、三条間の気上に大切に置かれていた。それゆえ、 ズ婦の間と呼ばれていたが、熟成は、ようあるごとに、この三畳間へ行き、地引きと向き合う必要があった。猛勉強の塾生、多くは、深夜もこの室に押しかけた。幾太郎、ほぼ前横の、ズ婦の間に、地引きと向き合っていたという。公安の幕府奥石就任に伴う江戸行きまでの約2年間、学ぶ。あと、計にて、医者として開業。金傍に、 長州判定があったことから、幾太郎の治療を行う長州藩士が多く、この頃から、長州藩士と交わり、尊皇思想の大義を説いている。文久二年、桂小五郎の推挙により、長州藩京都判定委員総督となる。同年十月、藩主、毛利リ高近にお目見えとなる。この新規メシ科会に際してのお目見えは、他藩出身者だけに目に留まる。後日談がある。 イギリス留学中であった、長州ファイブのうち、留学先から急遽帰国した、伊藤俊介と、井上文太。彼ら二人に対して藩は異なった対応をする。この二人、留学先、イギリスからの帰国後、四カ国公は談判の折、足軽出身、伊藤は、お目見えかなわず、毛利元成以前からもう年家に仕える。名門出身の井上は、お目見えとなる。 彼ら二人及び幾太郎に対する藩の対応を、それぞれ比較した場合、幾太郎に対する藩の評価を垣間見ることができよう。その幾太郎、自社組支配、米銀片奉行、遊撃大軍艦の養殖を歴任することになる。8月18日の政編では、長州に下校している。京都藩定員総督となった、ところ幾太郎は、井上文太、遠藤金助、山尾洋造、 伊藤俊介、野村や吉の五人に京都で会うことになる。彼ら長州ファイブがロンドンに留学するにあたり、旅立つ前に敵塾出身の幾太郎からイギリス渡航のための情報を得るためとも。後の平成26年5月1日、安倍晋三内閣総理大臣は、このユニバーシティカレッジ、ロンドン校内の長州ファイブ記念碑を訪れている。現時元年、 長州半領の吉木軍に開業し、現時元年9月25日、袖海峡付近にて、死角に襲われて、瀕死の重傷を負った、井上文太の治療にあたり、井上の一命を救うのに成功している。この時、随行していた三条、耳の許しを得て、急遽駆けつけた幾太郎は、手術道具を持っていなかったが、たまたま数日前から屋敷に出入りしていた。 畳職人の畳針を借りて、傷口の縫合を行い、これによって井上は一命を取り留めた。幾太郎が、井上の屋敷に着いた時にはすでに範囲の長野正秀、日野宗春という二人の医者がいたが、重傷で手をつけられず、幾太郎が、両医師の補助を受けつつ、約五十針に及ぶ縫合を行った。この時、文太は兄、公園に解釈を頼んだが、母親が、 血だらけの文太を書き出き兄に対して何をする。死んだらお国のために尽くせるかと勇め、解釈を思いとどまらせた。この時のエピソードは後に第五期国帝国語教科書、国民学校国語教科書、初等科国語八に母の力と題して紹介されている。そのため、戦前の日本では誰もが知る人物であった。余害 井上光殿182ページによれば、口を公の耳につけ、大勢にて、世は、ところ太郎だ。君は家計に解釈をこうたけれど、母君は、ぜひに治療を受けしめようと自身で君を抱え、いて、家計を制止せられた。今現に君を抱えているのは、すなわち、母君なるぞ。ミノールに、非常の負傷だから、世の手術がよそうするかどうかわからぬが、 母君の切なる史上は、目視する役には行かぬ。よろしくよが手術を施すのを、感落し、多少の苦痛は、母君の慈愛心に対して、これを忍ばねはならぬ。とその言ーが、公の耳底に徹したと見え、すこぶる感動したようであった。ところは直ちに下げをたすきにかけ、焼酎で傷症を洗浄し、小さい畳針を持って縫合し始めた。こうは、 ほとんど千里を失い、左ほどに苦痛を感じなかったようであったが、それでも右方から唇にかけての走行を縫うた、時には苦痛の体であった、と記されている。8月18日の政変から高山寺挙兵に至る、幕末の長州藩が苦しかった時期に、草加減図依らと奮戦。遊撃隊参謀として、高杉晋作を助けて転戦した。恩がなる、ところ幾太郎。 高杉晋作を身をもって、支えるも、国事では伏せず、喜劇なる高杉晋作も常に、己を屈して、これに従ったという。幾太郎が軍艦を務める遊撃隊、吉木、遠征時にて本人構える。作戦を立てるに四年なき2月末、長地伏に離润。進行早く高熱、衰弱激しく3月12日、帰徳となり、品川矢次郎。 同郷の重邸で幾太郎を慕って、長州にいた長屋、帝太助くらに見送られ、本人にて没する。去年27歳。この長屋、帝太助は亡くなった、幾太郎の刀、肖像写真、遺発を持ち帰った。明治2年、明治天皇の直死により、霊山関西召魂者として、全国で初めて創立された京都霊山五国神社に祀られた。柳川西岸と、 ところ幾太郎の石踏み、い太郎の以降に対する十四位のついの部は、玄君、井上香織、内務大臣、品川矢次郎らによる。憲秘は、井上香織の念願するところであったが、彼自身実現できなかった。後に、その憲秘の話が具体化し、ついに孫の公爵、井上三郎の支援により、ところ幾太郎増十四人聖徳記念碑が、第二の故郷、 大野町において建立されるに至った。大垣市赤坂塾、本陣跡にある、所育太郎像以下の碑文がある。所育太郎は、我が赤坂町の埋める幕末の志士にして、死生暴行、石神寺にあたり終わりに身をもって国寺に降る、井上薫の銅像と並んで、高田御殿と言われた、井上薫、聖火の跡地の井上公園に設置されている、所育太郎顕彰碑には、 以下の記述がある。七共済下に下してはその委員を命ぜられた、源氏元年九月品氏の井上を奇跡的に救った、後年の井上の業績を思うとこのところの治療を忘れてはならない。慶応元年正月、高杉晋作が兵を挙げ藩の続論党と戦った辞書は迎えられて、遊撃隊の参謀となり、 高杉に協力したその後幕府の徴収性伐に備えて軍を進めようとした時に若に病んで、吉木の陣中で没した27歳であった明治になり、特使を持って14位を送られた山口修田温泉にあるところ幾太郎の検証日後に、井上薫は幾太郎の老いの八橋實義を取り居坂にある井上の屋敷に引き取り、東京の医学校へ通わせ、八橋實義が下界になると、 ところけの名跡を継がせた。こうして、十四位、追脳部、憲筆、ところけ最高という、井上薫が構想した、ところ幾太郎に対する、具体的な形を伴った法音は、後の世代の助けを借りつつも、完結するに至った。一家の幾太郎の言葉が残っている。真空中を思い身を思わず、いは、人の病を医し、第位は、国の病を治す。 山口市吉木東三枚、炎章寺北と、故郷、大垣市赤坂明法寺に墓所がある。ABCDEFGH、郷土特育資料90から91ページ。ABCDEFGH、性能人物史23から25ページ見の、赤坂塾、ところ育太郎八橋家2019年1月12日、閲覧。産経ニュース2019年1月12日閲覧。 産経ニュース2019年1月12日閲覧。安倍総理大臣の日英、研究教育大学協議会への出席及び、聴衆ファイブ記念日視察2019年1月12日、閲覧。ABC、用外、井上光殿180から183ページ。産経ニュース2019年1月12日閲覧。山口史跡外乱62から63ページ。 コトバンク、ところいくたろう2018年10月10日閲覧。ところいくたろう汚名フォーラム東海市芸術劇場2018年10月10日閲覧。それからの志士たち2018年10月10日閲覧。ありがとうございます。